つつ。これは何だか知っていますか？これ何？これソーラーパネル。そう、ソーラーパネルは実はシリコンの結晶で作られてるので、ソーラーパネルは何ができますか？太陽発電。はい、太陽発電ができます。じゃあ本当にこのソーラーパネルが発電してるかどうかちょっと実験してみよう。うん。お、出てた？いくよ。お、発電されてる？されてる。されてるね。こんなちっちゃな青い板なのに、ほら、プチってやると発電されてる。電気が作られてるよ、これで。じゃあこのソーラーパネルを手で隠してみて。えいって。あれ、ちょっと減っちゃった。うん。あ、復活した。チクタチクタ。じゃあ全部全部全部隠して全部。お、だいぶ減ったね。じゃあ太陽の光を集めて。お、増えた。太陽の光が多ければ多いほど発電量が多いんです。葉っぱをすごい。ね。お、ここに。あ、若干そうだね、減ったね。で、もう一回やると、あの、草花大切にしてね。ソーラーパネル、ほら、傾けるとほら、ほら、ちょっと違う。ソーラーパネルってどう？いい、すごい。すごいいいね。太陽の力で発電ができちゃう。すごいね、これ。これを作れると、ほら、今度ソーラーパネルが作れるじゃない。ソーラーパネルを作って、今度これを作るの、ソーラー発電機。え、だってね、昨日ね、ソーラー発電機、ソーラーさんね、作らなくても大丈夫だったんでしょう。うん、でも火力発電だとさ、石炭がいっぱい必要なんだよ。だけどソーラー発電だったら太陽の光で発電できるからすごく便利。じゃあ作りましょう。作りましょう。じゃあクラットテープにオンしましょう。はーい。に、これで真ん中がソーラー。ソーラー？うん。ソーラーどこ？青いやつ。はーい。で、上がガラス。よし、できた。あ、2個だった。全部作っちゃう。よし、そうそうそう、そんな感じかな。これで10個。お、つながった。連結した。連結。おー、できたね。連結した。うん。で、今度はまたこれ、これを作ります。今度は難しい。これを作らなきゃダメなんだけども、うん、できた。おお、できたできた。ピティーン。じゃあどこに置こうかな。あ、ここ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 にしよう。ここに。あんまりね、遠いとね、あの、配電が難しいんだわ。ここここ、ここに置きましょう。そう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 。よしよしよし、こうやってこうやってこうやってつなげていきます。おお、これ、じゃあちょっと持っていますよ。うん、はい、ほら、つながったつながった。でもソーラーパネルは太陽が出てないと電気が来ないんだ。はい、じゃあ一回寝ましょう。そうだね。ソーラーパネル。お、
太陽があんなところにいました。おお。でね、見て見て、ほらソーラーパネルが太陽の向きを向いてるよ、ほら、うん、ほら見て見て、太陽の向きに向いてるでしょ、うん、これで、うん、効率の良い発電ができます。自然にね、太陽の方を向いてくれるの、これは。あ、ブロック置けるよ、置けるの、ほら。あ、ブロック置けるけど、ブロック置いたらあれ、あの日陰になっちゃって電気の発電量があの低くなっちゃうから、それはやめよう。そうだね、できたね、発電。やった、発電ができた。これで近代的なものがいっぱい作れるよ。やったね。そろそろあれだね、ロケットの発射台とかも作らないとね。今日はね、ここ、これ、なんかここら辺ボコボコ言ってるんだけど、聞こえる？うん、聞こえる。ここ壊すと思う。え、あっ！おう。何？おう。これなんだこれ？わかんない。いや、多分ね、それじゃあ組めるのかな。あ、組めた。これはね、実はね、んオイルです。オイル、オイル、うん、原油の状態、うん、これを生成すると宇宙船のエネルギーになります。燃料だね、これは燃料。燃料、うん、だけどこのままじゃね、まだ燃料じゃないと。おお、いっぱいあるね。これがオイルを入れるケースなの、これ、うん、これをまず作んなきゃいけないね。これ作れるの、鉄で。うん、これは錫の板にガラス、あとこれはね、これこういう風にしてカンカンが作れます。まずこうカンカン作りましょう。カンカン、うん、カンカンはね、食べ物や入れてもいいんだって。うん、これはね、缶詰になるの。そうだね。カンカン2個作れる。下なんだっけ。下は バケツっていうカンカン、缶詰の缶。缶詰、うん、で、真ん中がガラス。はい、そうそうそう、よし。あ、あったあった、これだ、これこれこれ、これを作んなきゃいけないんだ。これでさっきのこのドロドロの黒いオイルを燃料に変えるんだって。木みたいなやつどうやって作るの、これ。うん、まずそれでカンカンを作ろう。多分ね、作り方はさっきと同じだと思う。そう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 、うん、それ1個でいいかな。うん、それでいいと思うよ。これあんなところを焼いたいし、うん、そこそこそこで、て、あのスチール板を右と左に。うん、でかまどは下に。これで。おお、作れた。うん、それどこに置こうか。洞窟のところに置く？これはここの上かな。ここここ。ここに置きましょう、ここに。お、繋がった？あれ、繋がってないくない？繋がってないかん？はいはい、どいてどいて。えい、あれ、えい。ほら、これで電気が来たんじゃない？お、おー、来てるね。じゃあオイル汲んでくるね。ちょっと待ってて。はい、それの中に多分バケツを入れるんじゃないかな。おお、そこの右、右にこれこれこれ、さっき作ったそれそれ、うん、右右右、そうそうそう、ほらさっき入れたこのなんだ原油がほら右の方へどん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 
生成されていってるんだよ。ほら、エネルギーになってる。黒い油から黄色い燃料に変わってるの、今。ね？あれ？あ、今ね、太陽が沈んじゃったからね、電気が来ないんだよ。ちょっと寝よう、一回。で、寝たら、また原油をいっぱい取ってこよう。どん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 入れちゃおう。ああ危ない危ない。大丈夫？ちょっと待ってちょっと待って。はい。あれ出てこない、ほら。ガチャって。これ多分ね、下はねいっぱいあるんだよ、下が。ほら。結構穴が深いんだこれ。お、だんだんほら満タンになってきたよ。よし。じゃあもう一回行こう。これを何度も往復しなきゃいけないんだ。今それで原油をろ過してるんだよ。生成してるんだ。ほら。お、生成のマークだ、それは。よしよしよし。お、溜まった。お、どんどん溜まってきてるね。溜まった溜まった。まだ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 。緑くなるまで。宇宙船のエネルギーができたね。うん。